このプログラムは新規事業を生み出せる人材を育てる事業構想大学院大学の研究所の一つで、長崎から新規事業やイノベーションの創出を目指します。2期目となる今年度は地元企業の社員や県の職員など8人が研究員として参加、長崎の交流人口拡大につながる新たな事業を考えます。これっておかしいなとか、いやこれってもっとこうしたらいいんじゃないかみたいな気づきが、これが必要なんですよね。そこから今度本質に入っていく、核となるものが見えてくると、あ、じゃあこれに対してこういう解決策があるんじゃないかとか、まあ、事業を構造物のように、作っていくと。8人の研究員はこれから1年かけて事業構想計画を立て、その実践を目指します。